2月4日午後5時、太陽がもうすぐ沈みます。現在の気温は、6度ぐらいです。すでに放射冷却は始まっていますけども、現在の気温を、温度計はマイナス0.5度ぐらいです。さあ、これから、太陽が沈んで本格的な放射冷却が始まりますけども、何度まで冷えるでしょうか。考えてみてください。防温時計を黒く塗ったトレーの上に置きました。黒く塗ったのは放射冷却で冷えやすくなるからです。トレーは発泡スチロールの板の上に置きました。これは地面とトレーを断熱し、トレーが地熱で温まらないようにするためです。防温時計の先端部分も黒く塗りました。その下は黒く塗らず銀色のままにしました。こうすることで防温時計の先端部分からは下向きにも放射冷却が起こります。今午後7時ぐらいです。さあ、何度でしょうか。マイナス6度ぐらいかな。マイナス6度と言っていますが、マイナス7度ですね。午後7時の富山の気温はアメダスによるとプラス 4.4 度です。もう少し続けてみます。午後7時半です。あ、なんか霜が降ってますね。ちょっとマイナス10ぐらいかな。ちょっとよくわかんない。マイナス10度と言っていますが、マイナス8度ですね。午後7時半の富山の気温はアメダスによるとプラス 3.4 度です。もう少し続けてみます。午後8時です。霜が降りてだいぶキラキラしてますね。温度はちょっとよくわかんないな。マイナス8ぐらいですかね。マイナス8度と言っていますが、マイナス7度ですね。午後8時の富山の気温はアメダスによるとプラス 3.2 度です。もう少し続けてみます。今午後9時です。かなり霜が降りてしまいました。温度はちょっとカメラではよくわかんないけども、マイナス7ぐらいですかね。霜が降りたということは、防温時計やトレイを氷でコーティングしたことになります。ですので、防温時計やトレイを黒く塗ったり、トレイの銀色の部分を残したりしたことはもはや意味がなくなっています。また、霜が降りるということは空気中の水蒸気が昇華して氷になることなので、熱が発生し温度が下がらなくなります。ですので、実験はここで中止します。あとは朝にどれだけ霜がついているかだけ確認します。朝7時です。曇ってしまいました。温度は2度です。でも一応凍ってます。温度計の温度は0度ジャストくらいかな。考察です。気温と防温度計の値、結構違ってましたよね。どれだけ違っているかっていうのが、この黄色の数字ですけども、例えば17時、気温が6度に対して、防温度計の値、マイナス0.5度ですので、その差は 6.5 度です。19時は気温 4.4 度に対して、防温計の値はマイナス7度なので、その差は 11.4 度です。これ結構違ってますよね。これなぜかというと、大事なのは、放射冷却で冷えるのは地面だっていうことです。この場合はトレイや温度計だっていうことです。空気は放射冷却が起こりません。ですけども、放射冷却が起こっている夜、気温も下がりますよね。
これはなぜかっていうと、地面が冷えるので地面に触れている空気も冷える。こんな風になっています。で、気象庁が発表する温度やアメダスの温度っていうのはどこで測っているかっていうと、このような百葉箱の中で測っています。この百葉箱っていうのは地面から 1.5 メートルぐらい上に設置されていますけども、温度計はこの中にあります。ですので、例えば放射冷却が起こって地面がマイナス2度になっていても、その 1.5 メートル上はプラス2度だったりします。こちらの写真は何の写真かっていうと、これはお茶畑です。で、お茶畑になんか扇風機みたいなのが設置されていますけども、これ何かっていうと、お茶畑に霜が降りるのを防ぐ装置です。例えば放射冷却が起こっている夜、お茶畑のあたりがマイナス2度だったとします。でもその 1.5 メートル上はプラス2度だったりします。さらに扇風機がついているあたりはプラス4度だったりします。こんなふうに放射冷却が起こっている夜というのは上空に行くほど温度が高くなります。で、この扇風機は何をしているかっていうと、この暖かい空気をお茶畑に吹きつけることによって霜を防ぐ、そのような装置です。で、先ほどの話に戻りますけども、それにしても、この温度差大きいですよね。先ほどの話で説明できるのは数度ぐらいですけども、この実験では10度以上の差が出ています。これはなぜかっていうと、この実験が行った工夫によるものです。この実験ではトレイ、いや、この温度計の先端部分を黒く塗ったり、トレイと地面の間に発泡スチロールの断熱材を入れたりしてしました。地面だけだと、地面っていうのは地熱が下から伝わってきますので、ここまで冷えません。このトレイや温度計がここまで冷えたのは、発泡スチロールの断熱材を下に置いたことによって、地熱が伝わらないようにして、さらに放射冷却を受けやすいようにトレイを黒く塗ったり、そういった工夫によってさらに数度下がったと、そういうふうになっています。最後に霜について少し説明しておきますけども、これは実験をした2月4日の富山市の気温とか天気がどんなふうに変化したかっていう図ですけども、午後8時、防温度計の温度が一番下がった頃ですけども、その時の気温は3度でした。で、湿度はちょっと見にくいんですけど、76% でした。このような空気が冷やされると、どうなるかっていうと、マイナス 0.8 度まで冷えると、湿度が 100% になって結露が始まります。この温度を露天というんですけども、この場合は、もう露天が氷点下ですので、結露でなくいきなり霜が降りるんですけども、そんな風になってます。で、この夜は湿度が 76% だったんですけども、もっと乾燥した夜、湿度がもっと低ければ、この露天はもっと下がります。そうすると、低い温度になるまで、霜が降りないので、霜が降りると、その消化によって、熱が発生しますので、温度が下がらなくなってしまうんですけども、あと霜が降りると、先ほどの黒く塗ったとか、そういう工夫が無駄になってしまうので、霜がなるべく降りない方がいいんですけども、乾燥してると霜が降りにくくなるので、もっと乾燥した夜だったらさらに低い温度まで下がったんじゃないかと思います。
また条件の良い日があったら実験してみようと思いますので、できたら投稿します。